第28京商丸、七島、二見港、株式会社京商丸は、日本の本州と小笠原諸島を結ぶ、貨物船、京商丸を運行する会社。本社は、宮城県石巻市。以前は、漁船や内港貨物船を多く所有していたが、現在は、東京と小笠原諸島を行き来する、京商丸のみを運行している。なお、現在、京商丸のオペレーションは、 東京営業所で行っており、運行スケジュールなどの問い合わせも東京営業所、小笠原出張所で受け付けている。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震では、石巻の本社も流され、社長も行方不明であった。船名は、一から順番に船が作られたわけではなく、その都度名付けられる。かつて使われていた、第28教書丸は、 末広がりの演技を担いだ鮮明という。小賀、沢原丸では運べない、建築資材、ガソリンでは、法律上等最近死などの危険物や、島で消費する燃料や、冷凍食品や、冷蔵食品、島で発生した廃棄物など、資材の運搬が主な任務だが、小賀、沢原丸が、ドック入りした場合は、郵便物などの輸送も合わせて行う。主機関の出力は、 約 2000PS と沿岸航海の貨物船に比べ高いが、黒潮の影響を受けるため通常運航でもスピードが11、ノット前後であるほか、小賀、沢良丸が直線的な航路を取るのに対し伊豆諸島の島図いに航行するため時間がかかる。東京父島間の通常の所要時間は46時間程度で、気象条件によっては大幅に遅延することもある。 かつては貨物船として許される12名以下の旅客営業を行っていた第2条定義。2014年秋頃より休止した模様で、公式 HP にも旅客営業は行っていない旨の記載があり、旅客運賃も削除されている。旅客営業をしていた末期には以下のような案内であった。定員9名のキャビン。利用できるのは原則として以下の場合。 それ以外の理由で乗船を希望する場合は、船会社まで相談。なお、父島母島間はこの限りではない。キャビンは二段寝台となっているほか、室内には自由に使える、冷蔵庫、テレビ、ビデオ及び DVD デッキがある。また、小賀、沢良丸より、運賃が安く、食事も三食提供される。なお、2017年に新造船の発注を行っており、 2018年9月に浸水した。2019年1月より、第28京商丸に代わり、同線での営業を開始している。金に、印のファンネルマーク船舶番号134,299シングオフアザ、JG5268IMO 番号9079,042マシー番号4億3,101万6,02019年1月より、 営業に使用される。使用は以下の通り。運行は月2から3回。心臓に際して必要な資金は、小笠原村村長の森下和夫が、宮城県の大手地方銀行である77、銀行石巻支店を訪れて協力を要請。商工組合中央金庫などとの協調融資が実現した。ありがとうございます。